フェデックスコーポレーションは空路や地上で重量貨物やドキュメントなどの物流サービスを提供する世界最大手の会社である。世界220の国と地域で取り扱いを行っている。1971年、アメリカ合衆国アーカンソー州リトルロックで元アメリカ合衆国海兵隊隊員のフレッド・スミスによって フェデラルエクスプレスコーポレーションとして設立された。創業者のフレッド・スミスがイエール大学の経済学のクラスでハブスポークシステムの原案をレポートとして提出したとき教授からシート評価された。しかしそのハブスポークシステムこそがアメリカの広大な国土のほぼ全域でオーバーナイトデリバリーを可能にした。このレポートは現在も フェデックスの本社に飾られている。1973年、テネシー州メンフィスのメンフィス国際空港に拠点を移し、脱走ファルコン20を使った、米国主要25都市への翌日配達サービスを開始。1978年の航空規制緩和法により、サービスエリアを急速に拡大した。1989年、 国際貨物航空会社フライングタイガーラインを買収。1998年1月、RPS、ロバーツエクスプレスバイキング運送及びカリバー、ロジステックスの各会社を子会社に持つこれバー、システム社を買収。続いて、アメリカンフライトウェイズを買収。各社の統合後は、フェデックスとして知られるようになる。2000年にフェデックスコーポレーションに、 称号変更。2000年に映画キャストアウェイの中でトム・ハンクス演じる主人公がフェデックスの社員として登場し、劇中には会長のフレッド・スミスも本人役で出演している。2004年2月、書類のコピー及びプリントサービスを提供する1200店舗を持つアメリカのチェーン店、金ー図を24億ドルで買収。2008年、 翌年行われる第43回スーパーボールの広告宣伝から撤退、世界的な不況のため広告費を見直すことが撤退理由として発表された。2016年5月、オランダの国際物流大手 TNT エクスプレスを44億ユーロで買収し行会社化した。2019年、米中貿易戦争の煽りを受け、多数の貨物を毎日監視する。 理不尽な負担を強いられているとして、アメリカ合衆国商務省を相手、ドリー連邦地方裁判所に訴えを起こした。フレッド・スミスは、インタビューで、1日に、約1500万個もの貨物を扱うにもかかわらず、一つでも、違反があれば1個あたり25万ドルの罰金を、課せられる状態であると語っている。主要な競争相手は、DHL、UPS を呼び、 各国郵便公社、会社である。フェデックスエクスプレスのロゴタイプマクドネルダグラス MD-11、F ボーイング777回フェデックスの電気、トラックフェデックスは、複数の運用部門として組織化されており、それぞれが自身のロゴを持っている。いずれのロゴも、フェッドは紫色である。X は、それぞれの部門によって、別々の色が使われる。 会社としてのロゴは灰色の X を使用している。元々のフェデックスのロゴは大々色の X を用いていたが、それは現在フェデックスエクスプレスのロゴとして使われている。また E と X の間の空白には右向きの矢印を隠し絵的に見出すことができる。ロゴをデザインしたのは当時ランドーアソシエーツに勤めていたリンドンリーダー。矢印を配置するため、 ウニベルソとフーツラの特徴を合わせ持った独自の書体をデザインした。なお、どのロゴでも E と D の下の丸み部分がベースラインよりわずかに下に出ているが、これは上下に丸みを持つ文字とそうでない文字の大きさのバランスを視覚的に揃えるための一般的な手法でフェデックスに特有というわけではない。アメリカ合衆国のメリーランド州ランドーバー郊外に ある NFL ワシントンレッドスキンズの本拠地スタジアム、ジャック・ケント・クック・スタジアムの命名権を、フェデックスが1999年11月に取得し、スタジアム名が、フェデックス・フィールドとなった。また、同国テネシー州メンフィス市中心部に2004年オープン、したフェデックス・フォーラムは、NBA メンフィス・グリズリーズとメンフィス大学男子、バスケットボールチームの本拠地となっている。 フェデックスセントジュードクラシックはメンフィス市で毎年6から7月に開催されていた世界ゴルフ選手権の一つである。1986年からフェデックスがスポンサーを務めているが2007年からはスタンフォードフィナンシャルグループが新スポンサーとなりフェデックスはスポンサーを降りる予定になっていた。その代わりに年間チャンピオンシップシリーズの フェデックスカップのスポンサーになった。2011年にはセントジュードクラシックのスポンサーに復帰している。2019年からブリジストン招待選手権の代わりに世界ゴルフ選手権の一戦として開催、大会名もフェデックスセントジュードインビテーショナルに変更される。サッカーでは UEFA チャンピオンズリーグの公式スポンサーとして2021-2022シーズンから務めている。日本法人は長野県塩尻市の塩尻営業所に社会人野球チームの本拠地登録をしており、都市対抗野球出場を目指して北市に代表として挑戦している。ありがとうございます。